兄ちゃん財布ですやってやるぜ俺の番だな見せてやるよ行くぜ逃げるなら今のうちだぞ肩の前にしてみろいい喧嘩だったぜいいな。おお、来たかい。おはようございます。大きな、今日はもう店じまいだよ。おーい、上のみんなも一旦出てっておくれ。なんなのよ、こんな時間に。もう少し寝かせてよ、浜子さん。今から掃除が入るよ。みんな夕方まで出かけてな。昨日、あんた何人？5人も相手してクタクタよ。小料理屋ってこういうことか。まかないはなさそうだな。蹴りすぎて埃も出ねえよ。お一番、このティッシュ拾ってくれよ。てめえでやれよ、仕事だろ。仕事でも触りたくねえもんは触りたくねえんだよ。わがまま言ってると一生ホームレスのままだぞ。俺は潔癖症のホームレスなんだ。アホか。こちらはブリーチジャパン横浜地区リーダー久米である。ブリーチジャパン違法風俗反対。飲酒町から撤退せよ。川沿いの飲食店経営者に注。こちらはブリーチジャパン。なんだあれ、知らないのか。ブリーチジャパンだよ。違法風俗反対。飲酒町から撤退せよ。ブリーチジャパン、いわゆる NPO ってやつだ。もう14、5年前か。全てのグレーゾーンを白色にってスローガンで世の中に出てきたんだ。世の中には白黒つけがたいグレーな領域があるだろう。厳密には法に触れてるが、昔からの習慣で警察も目をつぶってる部分さ。そこが犯罪の温床になっているって主張してグレーゾーンに切り込んだのが奴らさ。ブリーチってのは漂白って意味だよ。グレーゾーンを漂白か。うん、横浜だけじゃなく全国に支部がある。で、そのブリーチジャパンの設立者が青木亮だ。青木亮、今の東京都知事だよ。それって町の浄化作戦をやったっていう。確か神室町産経作戦。うん、分かってるじゃねえか。青木亮は時代の寵児になってテレビや雑誌に引っ張りだこ。今じゃ東京都知事だ。政界に進出するタイミングでブリーチジャパンの代表は降りたが、今でも青木のカリスマ性は衰えちゃいねえ。だからあんなに若者が集まるのさ。もしかしてあいつらがここに集まった理由ってのは。
食店として役所に届けております。しかし2階に上がった客は食事など食べません。中井の女性が運んでくるのはお茶だけなのです。では客の男は中井と何をしているのでしょうか。それはいかがわしい行為に他なりません。近所に住む人間なら誰だって知っていることです。れっきとした犯罪行為が何十年にもわたって堂々と行われているのです。しかし働かされる女性の多くは店に洗脳され、その重大さに気づいておりません。犯罪に加担する哀れな女性をなくすため、我々ブリーチジャパンは店の撤退を訴えます。邪かしんだよガキンチョどもが。ここの女たちは頑張って働いてるだけさ。頑張っていれば犯罪も許されるんですか。お前らみたいな鬼さんにどうこう言われる筋合いないんだよ。だったらなぜ飲食店として営業許可を取ってるんですか。やましい気持ちがあるからでしょう。守るもんのためには仕方ねえ時もあんだよ。守るものとは何ですか。借金の返済日ですか。ローンの支払いですか。バカ野郎、お前ら体張る女たちを何だと思ってんだ。病気の親を面倒見る娘もいりゃ、幼い子供を抱える母だっていいんだよ。みんなここが最後の砦になってんだ。聞きましたか皆さん。犯罪で稼いだお金で我が子を育てる女性がいるそうです。その子が将来親の仕事を知ったらどう思うでしょうか。深く傷つき親を恨むでしょう。職業なんて関係ねえ。どんな親を持ったって幸せになる子はなるんだ。じゃあ連れてきてくださいよ。風俗嬢を親に持って幸せだってお子さんを。いちいち上げ足取るんじゃねえ。さっさとここから消えな。ほらいないでしょ。風俗嬢を親に持って幸せな子供なんて。ここにいるぜ。2階のゴミ箱に入ってたいろんなもんの詰め合わせだ。ばらまいてやっから受け取んな。それってもしかして。そらよ。なかなかやるじゃないか一番。なあ、はい。おう。
では。ああ。おい、待った。おい、そうか。おう。その元気がありゃ、ちった親孝行に向けるこったね。しかし、ブリーチジャパンがここまでする連中だったとはな。ひでえな。やあの連中の大義名分は立派でも、大義名分があるとはいえ、やってることは結局。さてと。ああ悪いね、二度もた。どういたしまして。また。ちょっと待ちね。ん？あんたたち、ホームレスなんだろ？ああ。ここに住まないかい？二階の一部屋を貸してやるよ。え？え？本当にいいのか？それは助かるぜ。でも、一部屋潰す余裕なんてあんのか？うん。別に私は、お人よしで貸そうってんじゃないんだよ。
あんたたちに部屋を貸すと居住権ってもんが発生する。それが私のね、狙いって。居住権ってのが俺らにあるとどうなるんだよ。頭悪いね。あんたらはここに住む権、わからねえな。わざわざそんなことしなくても。そうだよ、ここは単なる店舗だから。そっか。それにここの土地と建物はブリッジジャパンの連中がここの所有者を私らを立ち退かせようとするかもしれないからね。確かにやりかねねえな。でも居住権ってのはこれがなかなか手ごわい権利でね。それさえありゃ土地と建物を所有してたって住んでる人間。なるほどね。俺やっと本当に済ませて。仕方なしさ。スナックの池を見込んでこっちからの頼み。わかった、住み込みのガードマンやらせてもらうぜ。その代わり途中で出ていくなんて許さないよ。ブリーチジャパンが偉人町から去るまではきっちり面倒見てもらうよ。わかってるよ、オンに切るぜ。お見ろ、一番、天井があるぞ。天井が。おお、これが俺たちの城だ。立派なもんだぜ。最高だぜ。布団もふかふか。いや、やっぱしけてんな。それくらいなんだよ。俺は潔癖なんだよ。その布団の匂いにはこの店の歴史と年季が詰まってんだよ。しかしホームレスから脱出できるなんて思ってもみなかったな。ありがとうな、一番。バカ、礼を言うのは俺の方じゃねえか。ナンバがいなかったら俺は死んでたんだぜ。なあ、ナンバって看護師だったんだろ。まあな。なんで辞めちまったんだよ。病院の薬をくすねて闇で売ってたんだ。結構いい金になってよ。そのうち海外の医薬品まで仕入れるようになってな。手を広げすぎたらあっという間にバレちまった。まあおかげで看護師免許は剥奪されちまった。だよそれ。またバカなことやっちまったな。うん、後悔してるよ。でもここからやり直しはいいじゃねえか。看護師は無理でもまた新しい目標だってできるだろう。簡単に言うなよ。そういう一番はなんか目標があるのか。え、いや、わかんねえ。ずっと追いかけてきた背中が目の前から消えちまったんだ。俺はその背中しか見てこなかったから、他のことなんて。組長さんのことか。なあ。まあお前なら何だってできるだろう。簡単に言うなよ。もう40超えてんだぜ。お前さっき俺には随分簡単に言ってくれたくせによ。だったな、悪い。目標か。一番よ、お前子供の頃何になりたかった。え、あなんだっけな。もったいぶるなよ、照れてんのか。ガキの頃俺は勇者になりたかったな。あ、勇者、どういうこと。ドラクエに出てくんだろ、あの勇者だよ。それゲームのキャラだろ。ありえねえよ。悪いかよ。いや、まあそんなの自由だろ。なりたいもんになりてって、そんな夢見るくらいは自由だろ。
だよな、一番。なんだよ。なりゃいいじゃねえかよ、勇者。うん、なるべきだ。やめてくれよ、それガキの頃に思ってただけで。でも今目標はねえんだろ。じゃあ残ってる目標はそれしかねえじゃねえか。酔っ払ったのか。大体そんなの職業でもねえし。そりゃ職業じゃねえよ。でも勇者ってのはスライム倒していつか成り上がってなるもんだろ。生き様だろ。成り上がる生き様か。そうさ、お前なら今からだって成り上がれるぜ。40過ぎて成り上がりか。悪くねえな、成り上がりって生き様。一丁ドーンとかましてみっか。おう、その息だ一番。俺たちの輝かしい未来に乾杯だ。うん、未来の勇者にな。乾杯。めっしゃこれ、今度はあの店必ずぶっ潰すから。失敗して悪かった。彼だってもういらねえから、もう一回チャンスを。あの邪魔した二人は俺が必ず始末する。あのままじゃあんたらも困るだろう。네가걱정할필요는없어。가게에는전화해뒀다。나머지는우리가알아서처리하지。나한테言ったんだ。お前のようなクズを雇ったのが間違いだった。죽어라。みんなお疲れさん。また今夜な。遊び歩いて無駄遣いするんじゃないよ。はーい、また今夜。なんなんだこの人、知り合いか。神奈川県警の元刑事さんだ。刑事。元刑事。直近じゃ免許センターの職員だよ。でもよくここが分かったな、足立さん。あんたの方はあの後大丈夫だったんすか。大丈夫。いやそうでもねえな。クビになったよ警察。え、あとちょっとで夢の満額退職金だったのにな。あっさり懲戒免職だ。じゃああんたたった一人でこの場所見つけ出したのか。
春日には俺からスマホを渡してたんでね。あ、そうだよ。だったら来る前に連絡くれりゃよかったのに。連絡つかなかったのはそっちだろう。まあ撃たれた挙句ホームレスやってたんじゃスマホの充電もできなかったわけだ。俺の体より携帯の心配？スマホが切れてたからお前の居所が分かんなかったんだ。は？ GPS だよ。でいや、お前には分かんねえか。なんだよ、感じ悪いな。スマホは人工衛星使ってその位置を特定できるんだ。そのシステムが GPS。 そいつでこの人はお前の居場所を突き止めたってことよ。今ので分かったか？いや、多分ね。それより足立さん、警察クビになったってのは？カムロ町での建造物侵入、傷害、公務執行妨害、役満で懲戒免職だ。起訴されねえだけありがたく思えとさ。それやっぱ俺のせい？当たり前じゃねえか。なんでまたそんなことに？あんた、春日がカムロ町で撃たれたって話は？うん、聞いてるよ。撃たれた場所は警視庁と年頃にしてる近江連合幹部会の場だ。俺は春日がそこへ忍び込んでいくのを手助けした。それを誠にけしからんとご立腹なのが警視庁で、我が神奈川県警はそのお怒りごもっともでと俺を首にして一件落着とした。すまねえ足立さん。悪いと思ってんなら協力しろや春日。俺はまだ総監を諦めちゃいねえ。総監？警視総監だよ。警視総監が？なんだよ。あいつは近江連合と癒着してるはずなんだ。連中のカムロ町進出をおめこぼしする見返りにな。俺はその裏をつかみて。そんなの一番に何ができるってんだよ。警視総監とつながってんのは近江連合若頭代行の荒川真澄。春日は昔その顧問だった。こないだ胸を撃たれるまではな。だろ？今でも俺はおやっさんの子分だ。おめでたいね。つってもクビになったおまわりが警視総監相手にどうする気よ。まあ平たく言いや復讐だ。復讐？話は20年前に遡る。資産家の老夫婦が強盗に殺されたって山があってな。星は近所で失業中の前科者で、俺がこの手でワッパをかけた。くすみという男だった。だが裁判の直前になって、そいつは犯行時刻に別の場所で目撃されていたと分かった。つまりアリバイがあったんだ。皮肉なことにその証言も俺が聞き込んできたもんだった。うん、それで？俺はすぐ捜査本部に報告した。その時県警はすぐに久住を釈放するべきだった。でもそうはならなかった。ええ、アリバイの証言は固いと少なくとも現場はそう感じていた。だが上は目撃した証人に何度も本当かと問い続けた。そこまで言われると自信がないと言わせるまで徹底的に執拗にだ。なんでだよ。神奈川県警本部長様の指示でだ。そいつが今の警視総監堀之内十郎よ。その指示の理由は？当時奴には神奈川県警から警視庁へ転任するって内定が出ていた。ところが起訴した容疑者が白だったとなれば大事だ。本部長の堀之内は尻拭きに追われて転任どころじゃない。だから目撃証言を取り下げさせた。なんだよそれ。本当に白なら他にも無実の証拠が出てたはずだと奴はそう言い放った。で結局逮捕した党の刑事たちさえ白と見てた被告人に実刑が17年。久住は神さんや子供を残したまま
首を吊ったよ、獄中でな。そん時堀之内は新天地の警視庁で知らん顔さ。胸くそ悪い。神奈川県警には偉人さんと癒着する警官が多いんでな、いつ身内が不祥事を起こしてもおかしくねえ。だからお偉いさんは早いとこ神奈川を離れたがるんだ。てめえの任期中に問題が起きねえうちにな。だからってそれで無実の人間を。ふざけすぎだろ。当時まだ青かった俺もそう思った。だから幻のアリバイ証言をマスコミにリークしてやった。え？だが堀之内はボンクラのエリートじゃなかった。元公安の実力者よ。人脈も半端じゃなかった。俺が情報を流したマスコミ各社はすぐ堀之内へのご中心に回った。リークした情報は一切世に出ず、俺には免許センター行きの辞令が来た。クビにされなかったのは堀之内の余裕ってとこか。そいつが今や警視総監殿ってわけか。俺も全部忘れちまえば済むんだろうがな。そうなると首吊ったくすみにあの世で合わせる顔がねえ。男が3人も集まって何乳繰り合ってんだい。なあ浜子さん、おはよう。この人は元神奈川県警の。何がおはようだ、もう10時だよ。あんたたち今日はハローワークに行って仕事を探すんじゃなかったのかい。あ、やべえ、そうだった。早く行かねえといい求人が取られちまう。悪いな足立さん、俺ら仕事見つけに行かねえと。だったら俺も一緒に行くぜ。え、なんで。俺だって今は無職の無一文よ。無一文、少しくらいはあんだろう、貯金とか。ねえって、そんなもん退職金が頼みの綱だったんだからよ。貯金なんて小学生のお年玉以来したことねえよ。だから退職金当てにしてたんだけどな。くしょ、免許センター勤めのくせにただのダメ人間じゃねえかよ。うるせえ、俺は酒と女に金使うのが唯一の趣味だったんだよ。ほら、さっさとハローは行くぞ。